水の都、静岡県三島市。ここ数年のテレワークの広がりもあり、移住者が3倍にも増えている人気の町です。人気の理由の一つは環境の素晴らしさ。その立役者となった団体が NPO 法人グラウンドワーク三島です。1982年にですね、イギリスで始まった環境改善運動です。地域全体、国家を形成する市民、NPO、行政企業全体が一体化してですね、それぞれの得意技を出し合って地域や国家を盛り立てていこうという。行政と企業は資金、土地などを提供し、住民はボランティアとして労働力を提供し、一つの課題、目標に一緒に取り組みます。 NPO 法人グラウンドワーク三島はこの中枢に立ち、グラウンドワーク展開を日本においていち早く導入しました。高度経済成長の中、美しかった三島の川はその姿を変えてしまいます。富士山からの湧き水は消え、雑排水が垂れ流され、異臭が漂うドブ川となってしまいました。このままふるさとダメになってしまう。特にその当時ですね、この汚い川をコンクリートで埋めてしまおうというとんでもない計画が持ち上がってまして、これをまあ看過してしまったら、許してしまったら三島は終わるという、そういう危機感もあって、水の都三島を取り戻すべく、1992年8つの市民団体が立ち上がり、グラウンドワーク三島が発足しました。美しさを取り戻した源兵衛川は、2016年に世界灌漑施設遺産、2018年には世界水遺産にも登録されました。そしてこの実績は国内外から大きな注目を集め、日本版グラウンドワークの成功モデルとして毎年100を超す団体が視察・研修に訪れています。キャッチコピーに右手にスコップ、左手に缶ビールというのがありますが、右手のスコップで汗を流して、左手の缶ビール、飲み物を飲みながら、おしゃべりしながら、いいアイデアを出すっていうのも、私たちの活動のとても大事な部分だと思っています。いやー、それあれですよね、子どもたちの叫び声ですよね、さっきのようなね、飛び込んだり。ああいうのは、まさに私の昔のこの源兵衛川の原風景なんですよ。ですから、それが見事に蘇ってるなっていう実感ですよね。それとやっぱりホタル。もう源氏ボタルだからこう光が大きいんですけど、たくさんの人が関わることでたくさんの意見が出てしまうのは当然のこと。この難解な手法グラウンドワークをあえて用い、地域みんなの力で自然を再生させ、さらなる魅力を放つグラウンドワーク三島が見せる地域協働は、これからを生きる私たちの大きなヒントになっているかもしれません。